ライトウェーブ2023にプロシージャルジオメトリーノードは、レイアウト上でジオメトリーを操作することができるノード集になります。今までのライトウェーブでは難しいとされてきたレイアウト上でのオブジェクト同士のブーリアンのアニメーションや、ポリゴンの押し出しやベベルなどを操作することができます。プロシージャルジオメトリーノードは、 まだ搭載されたばかりですが、今後バージョンを重ねるごとに扱えるノードが増える予定なので、今後が楽しみになります。この動画では、プロシージャルジオメトリーノードの例として、オブジェクト同士のブーリアンについて解説いたします。レイアウトを起動します。ブーリアンを行うためのオブジェクトを読み込みます。この動画では、 レイアウトで生成できるジオメトリーを追加します。モデルタブ、作成グループ、ジオメトリーから、ボックスを選択します。オプションが開きますので、デフォルトのまま OK ボタンをクリックして追加します。次に、同じメニューにあるジオメトリーから、Q を選択します。 同じようにオプションが開きますのでデフォルトのまま OK ボタンをクリックして追加します次にプロシージャルジオメトリーノードを利用するためにヌルオブジェクトを追加しますアイテムタブ追加グループヌルを選択します名称を入力できる画面が表示されますが こののの動画でではそのまままの状態で OK ボタンをククリッしして追加します。塗るオブジェクトが選択されているのを確認してレイアウト画面中央下部にあるプロパティをクリックしてオブジェクトプロパティパネルを開きますモディファイア追加ドロップダウンからプロシージャルジオメトリーを選択してリストに追加します リリストをダブルクリックッして、ノード編集画面内に追加されているプリミティブジオメトリーノードは不要なので選択して削除しますノード編集左側のノードリストからプロシージャルジオメトリーを探しますリストをダブルクリックして展開しますこのリストの中から ブー CSG と FromMesh をダブルクリックして追加します。FromMesh はもう一つ追加します。FromMesh は合計で二つ追加することになります。FromMesh1 をダブルクリックしてオプション画面を開き、アイテムからボックスオブジェクトである n e w c u b e オブジェクトを選択します。 次に、フロムメッシュ2をダブルクリックしてオプション画面を開き、アイテムから旧オブジェクトである Newsphere オブジェクトを選択します。フロムメッシュ1を BooleanCSG ノードのジオ1へ接続、フロムメッシュ2を BooleanCSG ノードのジオ2へ接続します。接続するのはどちらでも構わないと思いますが、 ブーリアンの削られる側がジオ1、削る側をジオ2へ接続すると分かりやすいです。次に、ブーリアン CSG をダブルクリックしてオプション画面を開き、ブーリアンの種類を設定します。この動画では、減算を選択します。ブーリアン CSG をアットジオメトリーノードのジオメトリーへ接続します。レイアウトに戻り、 旧オブジェクトであるニュースフィアオブジェクトを選択して移動してみます。しかし、何も変化がないように見えます。プロシージャルジオメトリーノードを利用する場合、プロシージャルジオメトリー内で新たにジオメトリーが生成されますので、追加したオブジェクトは非表示にする必要があります。レイアウト左上部にある、編集グループ、シーン編集から、 シーン編集クラシックを選択して、シーン編集クラシック画面を開きます。Q オブジェクトであるニュースフィアオブジェクトと、ボックスオブジェクトであるニューキューブオブジェクトの表示アイコンをクリックして非表示にして、目のアイコンもクリックして隠すをそれぞれ選択します。2つのオブジェクトの表示を隠すようにしてください。設定したら、 ニュースフィアオブジェクトを選択して移動してみてくださいブーリアンの効果を確認することができるようになりました現在レイアウトで生成したオブジェクトでブーリアンを行いましたがこれを既存のオブジェクトで行う場合の注意点を説明しますシーンをご覧ください このシーンはライトウェーブマークのオブジェクトと細かくポリゴンを分割した球のオブジェクトを追加しています。この状態でブーリアン CSG ノードをアットジオメトリーのジオメトリーへ接続するとマニフォールドチェックエラーが表示されてしまいます。このライトウェーブマークはサブディビジョンサーフェースで作成されているので サブディビジョンサーフェイスのオブジェクトを BooleanCSG で利用する場合は BooleanCSG をダブルクリックしてオプション画面を開きメッシュの検証をクリックして無効にするようにしてくださいこれで Boolean を行うことができるようになりますこの操作でもマニフォールドチェックエラーや強制終了してしまうようなら オブジェクトデータを見直してください。頂点の結合を行ったり、テンポリゴンやセンポリゴンがあったりする場合はエラーの元になりますので、テンポリゴンやセンポリゴンは削除するようにしてください。他にもプロシージャルジオメトリーノードに関する詳細については、lightwave 2023日本語版新機能ガイドの。 プロシージャルジオメトリーノードの章もご参照ください。